日本鹿児島県南薩摩市坊の津町坊、坊の津町坊は、鹿児島県南薩摩市の大技。旧薩摩国川辺郡坊白坊某津村。薩摩国川辺郡坊白郷坊村。薩摩国川辺群港某坊,坊,坊村。川辺郡西南方村大技坊、川辺坊の津村大技坊、川辺坊,坊,坊の津町大技坊。郵便番号は898-0101。 人口は1484人、世帯数は709世帯。某の港である某の津は天然の良好として知られ、古代より海上交通の要所として栄えていた。中国の標本書、武備市では、あの津、博多津と並び日本水戸の一つとして挙げられ、日本に水戸某の津を総路となすと記載されるほどに、中国においても知れ渡っている港であった。棒の津は、 県東市の寄港地、和光県民線の拠点となり、江戸時代には、薩摩藩の密貿易の拠点ともなった。また、継承地としても知られ、坊の津の海岸付近は、リアス式海岸となっており、国指定の名称となっている。久下、この江信助は、坊の津の風景を読んだ和歌、坊の津八景を読み、浮世絵師の歌川広重は、六十四州名書図への題材の一つとして、 総建石を描いている。某の浜の高台から望む某の港町、薩摩半島の南東、南薩摩市の最南端に位置する。西方向から南方向にかけては東、シナ海に面しており、北には某の津町パク、北西には枕崎市大塚西町、西には枕崎市春日町、日の神北町、日の神三崎町にそれぞれ接している。 集落は主に西部の某と東部の栗野に分かれ、上某、下浜、某浜、中某、上中某、鳥越、栗野の字からなる。西部の海沿いには古代から開ける港があり、港付近には南薩摩市役所某の都市所、郵便局、駐在所などがある。東部の栗野地区は枕崎市と接する農業地域となっている。某と栗野にはかつて小学校が設置されていた。 西端には、峰が、先、南端には、棒の岬がある。第二次世界大戦中に、棒の岬沖約90海里で勃発した、大日本帝国海軍の戦艦山と及び、その護衛艦運転と、アメリカ合衆国海軍の空母艦載機部隊の戦闘は、棒の岬沖海戦と呼ばれる。また、棒の岬に設置されている、棒の岬灯台は1909年に、 川辺郡によって建設された灯台である。某という地名は、微脱天皇12年に、くだらの日らが開いたと伝えられる、鳥越山、竜岩王子の某社があったことに由来すると伝えられている。某の一部の区域は、国の名称、某の都を構成しており、名称に指定されている区域は、文化財保護法に基づき保護されている。また、 その他の区域についても一部は、鹿児島県立自然公園である、坊野間県立自然公園の区域となっている。坊野間県立自然公園は1953年3月31日に、指定された枕崎市から野間岬に至る自然公園である。南薩摩市の条例、南薩摩市自然保護条例により、以下の区域が特別保護地区に指定されている。国土地理院地図。 陸系した浜辺や海小上,上の恋は無名の岩を除く。一条院は鳥時代の美奪天皇12年に、くだらの日賀が後に一条院となる鳥越山竜岩おじを坊のつに設立したと伝えられている。長生3年11月3日に紀州の根頃寺の別院として一条院の称号を与えられた。その後一条院は江戸時代になると、 薩摩藩藩主の島津氏の損数を受け、薩摩藩でも屈指の寺院となったが、明治2年の廃物希釈により廃絶した。除名天皇2年頃に始まった、剣道師の派遣は、南波から朝鮮半島を経由する北路ルートと、博多から一気に東、シナ海を横断する南路、坊津から琉球を経由する南東路を使用していた。しかし、朝鮮を経由する 北路ルートは、白木の交流に伴って、党と白木の関係が悪化したことにより、危険なルートとなったことで、坊津を経由する南東路が主流のルートとなったとされ、坊津は、検討船の最盛期に日本の玄関口となり、日東道とも呼ばれたという。ただし、杉山博士の検討によると、存在が証明できないことが判明しており、気象条件等の問題により、 何度から外れた場合にやむを得ず、取った航路と考えられ、何度を取って漂流した結果に過ぎず採用の事実はないとする説もある。天平五年に、奈良の幸福寺の僧侶不祥と栄誉は、殿戒始を招兵するため坊津から塔に渡った。二十年後の天平商法五年に、彼らが招兵した岩人が、坊津の,の秋妻眞屋裏に上陸した。以降、塔やその後の僧に向かう場合、 坊のつを出版したものが多かったという。古代末期の坊のつは、関白この家の荘園となり、坊のつに出入りする船に対して、動物税を徴収するようになった。和光の活動地域、坊のつも拠点の一つであった。中世の坊は、坊のつという地名であった。地名としての坊のつは、鎌倉時代より見え、薩摩国家部軍のうちであった。上級の乱以降、 壁軍を治めていた千ヘッツイ氏が記した地間文書にボーノ津の地名が記載されており、下限4年4月14日の譲り状において、ハウノツと記載されているのが、地名の所見であるとされる。欧米11年から1世紀半にわたって行われた、日民貿易に用いられた、県民船は、境から博多、五島列島を経て、民に向かう中国路と、境から土佐沖、坊津、 琉球を経て、民に向かう南海路の2ルートがあり、当初は中国路のみが用いられていたが、第4次県民戦により南海路が主に用いられるようになった。またこの頃朝鮮半島や中国大陸沿岸で活動していた海賊である和光は、坊津を拠点の一つとしていたと言われている。欧米24年に薩摩国南部を平定した島津と久は、 薩摩国南部政党の目的として、夫より、の津、白津に、お下り、さらに草木もな引き高徳者、大慶この時に遭老、笠間に、薩摩一行にご清筆行と記しており、の津の領有が目的の一つであったとしている。室町時代の軍機物、大江駅においては隣接する泊まりと合わせて、坊クと記されている。文禄3年に、 京都の公家、この江信助は、豊臣秀吉が朝鮮出兵のため朝鮮に向け兵を起こしたのに、合わせて、自ら朝鮮半島に渡ろうとして、御用勢天皇と秀吉の怒りを買い、坊の津に3年間の入るとなった。しかし、この池は、薩摩の島津市とは、縁故の深い関係にあり、かつ坊の津は、この池の小園地であったことから、入るとはいえ厚くもてなされたという。 この絵新助は棒に居住している間に、棒の津の風景を読んだ、棒の津八景を記している。棒の津港江戸時代には、薩摩国壁軍某白号のうちであり、棒の津村とも、棒村とも呼ばれた。明治2年に棒白、久し秋目、四角後の三京が合併し南方郷のうちとなった。天保郷長には、棒の津村として539国余り、 急高級料取調べ帳には、棒村として157国余りと記載されていた。井の唄だたかが表した、九州東海辺園会村順によると、屋数は247件あり、その内元村は122件、棒の津浦87件、栗の38件であり、その他に42件があったと記されている。棒の津は、 薩摩藩でも特に重要な港であり、港の監視を行う津口番所が、現在の棒の連れ岸資料センター、輝き津間付近に設置されていた。津口番所では、異国船や特に薩摩藩が禁制としていた一向宗教徒とキリスト教徒の取り締まりが重点的に行われていた。一向宗教徒は上陸を禁じられ、キリスト教徒は鹿児島城下に送られたという。 また、前述の通り坊津は、古くから海外との交易が盛んであり、現乱7年成立の中国の標法書、ブビシにおいて、坊津は、伊勢国阿能軍の阿能津、畜全国の博多立と並び日本御徒の一つとして挙げられ、同書中に、日本に、ボーノ津を僧路となすと記載されるほどに、中国においても知れ渡っている港であったという。 寛永12年の鎖国令以降は、薩摩藩の密貿易の拠点として栄えた。鎖国制度が取られて以降も、強法年間に発生した、強法の東物崩れと呼ばれる幕府の一斉的発まで交易による賑わいは続いたという。強法の東物崩れにより、海外との交易が落ち込んだボーノツは、漁港となり、カツオ漁を中心とした漁村となった。裏町である、 坊村は西を寺家崎、東を鶴家毛先に囲まれる港であり、御船奉行の指揮を受けた裏役が治めていた。旧坊の津町域の地図明治5年に大工商区制が施行され、南方郷は第十九大区となり、坊村と泊村で一つの商区が組織された。1879年に軍区町村編成法が施行されたのに伴って、坊村の一条院後に、 古籍の事務などを行う古町役場が設置された。町村正施行直前には久し村、秋目村、某村、泊村の各村を管轄していた古町役場が4村の地理的に中心に位置していた久し村に統合されたという。ただ、経済的に規模の大きい防泊から久しにある古町役場までの交通は不便であり、防泊地区への移転を主張する意見もあったが、久し、秋目は、 地理的中心地から移転するのは不平等であるとして反対した。1889年には町村制が施行されたのに伴い南方郷の西部にある坊村、泊村、久志村、秋目村の区域をもって西南方村が成立した。これに伴い、それまでの坊村は西南方村の大技、坊となった。西南方村が成立した後も旧来の村の単位で、 腰会や総大会が組織された。腰会や総大会は、区有財産の管理を行っていたほか、地域住民の代弁者として尊政に対して強い発言権を有するものとなっており、某と白が共同で防白腰協議会を組織した。腰協議会は、町村制における自治体と同等の規約を制定し、強力な財力をもとに、 地場産業の振興開発や地域住民の生活の向上のための事業が行われた。特に漁業に関しては資本を集約し会社を設立して、ブリの養殖やカツオ漁、製氷業、カツオ節加工を行っていたという。第二次世界大戦中には、本土決戦に備え、防白海岸には大日本帝国海軍の海上特別攻撃隊の部隊、 大日本帝国陸軍第146師団の一部、坊の岬東大にも、東大部隊が駐留していた。1953年には、西南方村が名称を変更し、坊の津村となり、坊の津村の大技となった。この村名変更に際して、坊の津村への名称変更を推進する坊と白の住民に対して、秋目と久市の住民は、坊の津以外であれば、 何でも良いとして反対した。この結果、村議会で紛争し、最終的には、村議会は、坊白と、秋目久しに分尊を議決する事態に発展した。分尊が議決されたことに伴い西南方村は、鹿児島県に対して、分尊申請書を提出したが、申請を受けた鹿児島県は、坊白は、経済的に自立可能であるが、秋目と久しは、 経済的に自立不可能であるとして申請を認めなかった。その後1953年に地域住民間の感情的な対立が解けたとして村議会において村名の変更の件が議決されたという権威がある。また村名変更時には調整指向要件を満たしていたが村名変更と同時に栗の地区が枕崎市への編入を望む動きがあったため 調整志向は一旦保留となったが円満に解決したとされ、名称変更の2年後の1955年に調整志向死亡の都庁となり、亡の津町の大技となった。2005年11月7日に、亡の都町が、加瀬田市、金方町、笠佐町、大浦町と合併し新たに南薩摩市が設置された。市町村合併の際に、法定合併協議会である。 河辺地区合併協議会における協議によって、野津町の区域の大技は、現行の町名を、現行の大技名に関したものに解消する旨が協定され、合併前の同年10月21日に、鹿児島県の告示である字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき合併と同日に、名称の変更が行われ、大技名が某から、 坊の津町房に変更された。南薩摩市指定の文化財については、以下の通りである。は、坊の津歴史資料センター、輝き使いの住所である坊の津帳房9424番地、一応、所在地として指定されている文化財である。2015年の国勢調査によると15歳以上の、就業者数は608人であり、産業別では、多い順に、 医療、福祉、農業、卸売業、小売業、製造業、運輸業、漁業となっている坊の津は古代より公益で栄えた港であるが、江戸時代に行われた鎖国と幕府の取り締まりにより、公益は衰退し、漁業中心の村となった。1890年に、ブリ漁を専門とする坊止マりブリ漁業株式会社、1907年には、 カツオ漁を専門とする某泊まりカツオ株式会社が設立された。1909年には日本で初めてとなる発動機付きの漁船が導入された。某泊まりぶり株式会社は高成績時には高配当を記録しており、1893年のロンドンタイムズに日本国内1位、世界2位の配当であったと紹介されたという。 しかし工芸期も長く続かず、漁業不振によりブリ会社が1917年に解散、1922年にはカツオ会社も解散した。両会社解散後もカツオ療業は引き続き行われており、1946年には漁業共同組合が設立された。明治時代には防カウラを造船場として造船業が営まれていた。1907年に 防泊カツオ療株式会社が設立され、その後カツ会社が使用する動力船が深浦で建造された。その後棒の津枕崎で使用される動力船を次々に建造しにぎわったという。大正末期になると、国内経済の悪化と漁業の不振により衰退し、昭和初期になると消滅したという。また、棒の津調教都市によると、 他の商工業としてカツオ漁に関連するカツオ節製造業、カツオ節販売業、鮮魚中介業があると記載されている。室町時代から行われていると伝えられる八坂神社の霊体祭である。例年10月15日に行われる。豊作、豊漁、無病息災を祈り、冠を被った晴れ着姿の女子が傍築内を練り歩く。また、 この行列に母親に抱かれた幼児が加わることにより、その幼児は体が丈夫になると伝えられている。神社に帰還後は神事が取り行われる。かつては神楽や神舞も行われていたという。某では例年旧暦の8月15日に、上某、鳥越、厨房、下浜、某浜、栗野で15夜工事が行われている。 特に上棒と鳥越の十五夜工事は十五夜の前日に行われる人星と呼ばれる風習があり、十五夜工事で使用する綱を作る際に使用する番火屋を山から下ろすとき、山の上で松明を回して集落に知らせるというものである。これらの行事は1981年に国指定の重要無形民族文化財である南薩摩の十五夜工事の一つに指定された。 南薩摩市役所坊津市所坊津歴史資料センター、輝き津間以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。年々人口が減少傾向にある。国道226号県道268号寺が、先房線国道226号は、1951年に枕崎から坊津を経て、 野間港に至る枕崎野間港線が県道として認定され、1993年に国道に昇格した。現在の226号のルートは、まず1909年に枕崎と棒を結ぶ県道が開通し、これに伴い枕崎と棒の間で和車が運行されるようになった。1913年には棒から厨房まで延伸し、 1917年には、棒と久し間の道路が開通した。県道寺が先某線は1958年に、寺家先から棒までを結ぶ、一般県道として認定された。定期路線バスとしては、鹿児島交通の路線があり、棒の津町、久しの今竹バス停から枕崎までの路線がある。また、つわちゃん、バス中山線が、週2回、棒の浜バス停から、 白の福祉センター前を経由して、かせばバスターミナルまでを結ぶ路線が運行されている。坊津学園小学校跡地。学校用地は一条院の跡地にあたる。かつて坊には、坊津町立坊津高等学校、南薩摩市立坊津学園小学校、南薩摩市立栗野小学校が設置されていた。坊津町立坊津高等学校は、 1948年に設置された公立の高等学校である。設置当初は白にあった防白中学校の敷地内にあったが、1949年に防白小学校の西校庭に校舎を建設し防に移転した。学科は普通科、無線科、定時制水産科が置かれた。1963年に生徒数の減少及び防の町の財政的負担の 問題により廃校となった。中学校は某には設置されず、大あざぱに某パク中学校が1947年に設置された。某パク中学校は2010年に久し中学校と統合し、某津学園中学校となり、学校は引き続き某パク中学校跡地に設置された。某パク小学校は1873年教校として設置され、 栗野小学校は1883年に設立された。2010年に両校とも統合され、某津学園小学校となり、坊白小学校跡地に設置された。2013年に某津学園中学校及び某津学園小学校は白にある高太郎公園に移転し、施設一体型の小中学校となった。これにより坊からは学校施設がなくなった。 坊の津学園中学校と坊の津学園小学校は移転後に統合され義務教育学校である南薩摩市立坊の津学園となった。2020年現在では下記の通り坊の津町パクにある義務教育学校である南薩摩市立坊の津学園の通学区域となっている。歌川広重作64周名書図薩摩棒の裏総見席坊の津発見は この絵心助が、坊津の風景について読んだ、八景題材の和歌である。2006年現在、八景のすべてが現存しており、全国的に読まれた八景において、題材となった場所が、全てが現存するものは、極めて稀である。以下は、薩摩藩が、江戸時代後期に編纂した地史である、三国名勝図へ、に掲載されている、坊津八景の原文である。 また三国名小図へ編参事に追加された、江戸時代後期頃の風景の挿絵についてもギャラリーで示す。中島青蘭深浦やう、松山万象亀浦木藩鶴崎母節あじろ赤章、三崎秋月田代落岩、坊の津八景、小野江新助町、浜留と特攻隊員。ありがとうございます。